ヤバイ帝国。帝国さあ始まりました、すみミカのヤバイ帝国。今回も予言です。はい <laughs>、第二弾。2> 第二弾。第二弾。2> 2弾ええー、クレムナの予言というものです。<laughs> これは180年くらい前に記録された予言なんですけれども、はいはい、セルビアのクレムナという町に住んでいた盲目の羊飼い、はいはい、タミール・タラビッチさんという方が残した予言なんです。何一つ知らない <laughs> タタタタミミール・ル・ララビビッッチチとか セルビアのクレムナという街です。セルビアの都市もあんま知らないですからね。ベオグラードとかしかわかんない。そう。で、このセルビアには本当かどうかわかんないですけど、一家に一冊あるとも言われているぐらい。あの有名な予言なんだそうで。クレムナの予言っていうのは。で、一説によると、あまりにも当たってしまうので、黒い予言と呼ばれていて。セルビア政府が内容を隠蔽したという話もあるんですね。 で彼はあの盲目で、うんえー、未来が見通せる力があったんですけれども、まあ、それこそバババンガ、うん、ブルガリアのバババンガさんなんかも12歳の時に竜巻に、うんえー、襲われて視力を失って見えるようになったって言われてるのでうん、うん、やっぱ目が見えないと逆になんかこう、うん、第3の目が開くといいうか、まあまあ、アンマさんじゃないですけどよ、ねうん、よくありますよねそすねごい能力が開花したのではないでしょうか。タビッチさん でタラビチさんが当てた予言はすごいです。第一次世界大戦、第二次世界大戦、パンデミック、内戦、スマホ、AI、メタバース、宇宙探査車など1800年代に予言している。すごいですね。こちらでスマホはどういう予言なんですか。スマホはね、箱持ってる箱持ってるです。はい。えっとね、我が国。 セルビアでは平和と繁栄の時期が長く続く人々は戦争のことを知識を収めた本や証言そして奇妙な装置を通して知るこの奇妙な装置っていうのがテレビとかあのスマホなんじゃないかって言われていますね。でえとじゃあ話していくと1 8 0 0年 1800年代の予言ですからね 2>,、はいはい、2つの大きな戦争のあと、うん、世界各地に平和が訪れる、うん、これ第一次世界大戦、はい、第二次世界大戦じゃないかと、はい、で黒白赤黄色というようないろんな新しい国々が誕生する黒白赤黄色、うん、ちょっとこれは分かんない、うん、まあ国旗のことを言ってるんだろうなと思うんですけど、まあ、戦時中だけ国旗が変わる国とかもあるので<ー>そういうことも含まれるのかなとかもうんま黒い国旗とか見たことないけど でもそれこそハーケンクロイツとかあの含まれているとそうですねまあドイツも黄色が入ってるのか今もまあそんな感じですね。でえっと国際的な裁判所が作られ国家が戦争することを許さなくなるまあ国連のことなんじゃないかでもしばらくすると偉大な国家や小さな国家もえ裁判所 まあ国連への尊敬を失い、はいはい、自分たちの好きなようにするようになると、うんまあ、今,今,今これが原因で多くの小さな戦争が始まる内戦ととかか、はい、そうういったことでしょうねね、うんまあ、前からありますもん、ねはい、そして何千人もの人々が死ぬがそれでも大きな戦争は起こらない。 うん、まあもうウクライナ戦争ですら2三3 0万とかなくなっているので何千人ってことではないですけれども確かに世界大戦は起きていないですね、うんうん、まあ2国の話だけで2国とか、はい、まあそのぐらいの当事者同士の戦争だけで今のところ収まっていると、うん、でこれらの戦争では兄弟が兄弟弟がと戦います、はい、それから彼らは和解しお互いにキスをしますが憎しみは残ります、まあ、内戦とかそういったことでしょう でこれらの小さい戦争は全てその邪悪さと悪意のため巨大な王国によって扇動されています、えー、盲目的な愚かさゆえにに彼らは互いに争い争し合うのです、まあ、これはやはりそのアメリカとか中国とかロシアとかさまざまな国に武器を供与したりするわけじゃないですかその巨大な王国によって扇動されているっていうのはまさに今の状況じゃないかと。うんうん でえー、第二次世界大戦後世界は平和で豊かに暮らし始めますが、うん、それは幻想です、うん、多くの人が神を忘れ、うんえー、人間の知性だけを崇拝するようになります、うんうん、今の,あの科学主義というか。お知性だけを崇拝はい 姿勢だけを崇拝する、はい、そして人間はある種の箱を作るでしょう、うん、その中には画像付きの小道具が組み込まれています,すこれがスマホのことだね<直>だ <laughs> 箱箱箱あるな箱この画像の助けを借りて人は世界中で起こっているすべてを見ることができますスマホスマホしかしたとえこの画像付き小道具が人間の頭皮の毛と同じくらい近い に別の世界を見せてくれたとしても、うん、それらの映像はすでに死んでいて通信することはできませんどういうことうです、ね、人はすぐそばにいる隣人よりも自分が持っている小道具を信頼するでしょうまあそうだよねそれそれそれ,それ,そ,れ <laughs> それですよなん <laughs> で睨んだの <laughs> 私が言いたいのは <laughs> そう近くの人よりもスマホに頼っていますうん、うん でえっと、我が国セルビアですね、うん、セルビアでは平和と繁栄の時期が長く続く、うん、人々は何世代も平和な時代に生き人生を終える人々は戦争のこと知識を収めた本や証言そして奇妙な装置を通して知るこれがテレビじゃないかと。うんうん セルビまあ,ビアはまあそ,そんなに部屋続いてないですよね、うん、続いてないですけどあ,<ー>あのー、まあやっぱり他の東側諸国よりかは比較的どっちかっていうとだからセルビアがやられてないだけっていう感じがしますよね。いう感じがしますよね。コソボとは対立してるすけどクロアチアとかさ、うん、あっちの出てった方には結構きついからそう,そうですそうですだからセルビアにおいてはっていうことですね。うんうん、セルビアは大丈夫っていうこと、はい で人々は畑ではら、うん、働くことをやめあらゆる場所を掘削する、うんえー、人々は地中深くに井戸を掘って、えー、黄金を掘り出し光と速度とパワーを与えられますが代わりに地球は悲しみの涙を流すでしょう,う石油とかレアメタルだとかレアアース。 黄金と光は地中よりも地上にあるからです人間が開けた穴の傷のために地球は苦しむでしょうだが本物のエネルギー源は地中ではなく自らの周囲にありますそのエネルギー源は人間に話しかけてくれるわけではないのでこの、えー、源の存在を、えー、気づくことができませんけれども地中に多くの穴を開けたことがいかに馬鹿げていたのかをいずれ後悔するでしょう,う でこのエネ,エネルギー源っていうのがじゃあ何なのって言った時に「うんえっと、インディープさん」っていうブログがあるんですけど、うん、そこの管理人の方は植物なんじゃないかっていうことを植物ってどういういことですか植物の光合成からエネルギーを作るとか<ー>なんかそんな、あのー、研究があるそうです。 ちょっと曖昧ですけど、うん、で、えっ、ー、と高い教育を受けた人々が現れる。うんうん、彼は本を通して、彼らは本を通じて多くのことを知り考え、そして自分たちが何でもできると思い込んでしまう。うん、これらの人間の存在は人間が自分自身の真の姿に気づくことの大きな障壁になる。これ AI とか、うん、チャット GPT じゃないかなと思ったんですよ。高いあの本を通じて多くのことを知りって、まさにそうじゃないですか。 でだからそいやもう人工知能そのものを人間って言っちゃってるけど大きなな障壁になるとだが人間が一度この人間の真の姿への気づきを得ると、うん、こうした教育ある人々の言葉に聞き入っていた自分自身がいかに大きな錯覚に陥っていたのかを自覚するようになる。 なんか今今俺聞いてるとさ、うん、俺もっとさスミさんよりもさこういうジャンルにさ疎いからさ、うん、そのあのそのスミさんが AI だと思ってたものがさ、うん、俺にはなんかヒロユキとかホリエモンに聞こえるんだよね、うん、あそうかもしれない <laughs> そうかもしれない <laughs> 俺はああいう人たちってさ、はい、なんかさ 文を用意あと邪魔してくる感じするじゃんなんかそういうさ寿司屋はさ2年でなれるとかさなんかさ独自のさ独自の要するにソースっていうか教育みたいなものでさ言ってさ専門家でも何でもないものとかにあの人たちの意見聞くようになってるじゃん今世の中が。 確かにかああいう人たちに産業潰されたりとかしかねないじゃないですか。何、ね、か,ああかその、うん、あの,あの入っちゃダメって言った餃子屋が潰れそうになったりとかさんかもうあの知識人とかの範疇超えてるっていうかさ。うん <laughs> でもこれからすると <laughs> そういうのなんかでもあれが高い教育を受けた人たちっていうのは <laughs>、ね、日本の中では高い教育を受けてる人たちだからねでもタラビッチさんは、うん、いかに大きな錯覚に陥っているのかいのか <laughs> するようになるっていや絶対そう思うよな <laughs> あんなにみんなもは <laughs> <laughs> じゃあ次は <laughs> えっとどう,このうしたら俺がそういう人たちから怒られたらだろうひとたまりもない。<laughs> 東洋に賢者が現れる、はい、この人物の偉大な教え <laughs> な海を越え国境を越えて世界に広がるしかし人々はこの真実の教えを虚偽と決めてしまい長い間信じることはないでしょう<お>東洋に賢者が現れる誰だろう広い広域違う違う <laughs> 大谷じゃないしね大谷じゃないですよね信じられてるもんね虚偽ではないしねまさか 大川隆法でもないだろうしもう現れて <laughs> れ聞いてしまった <laughs> でももうすぐ終わったから池野外作とか ここういうことを言ういいいとと言どどどどん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  <laughs> 違違ますでは次ね人間の魂は悪魔に乗っ取られるのではないもっと悪いものに乗っ取られる、うん、その頃の人間の信じているものには真実など一切ないのに自分たちの信じる幻想こそが真実だと思い込むのである。 うんなんかこれもちょっと意味深というかフェイスニューフェイクニュースとか、うん、あとあツイッターですよーあ SNS 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 俺の考え全部ベタな。<laughs> <laughs> いやでもそうだと思う、はい。何でしたっけ、ガレソの話。ガレソではなく、ガレ,ガレソは東洋の賢者なんです。ましてロンドンブーツの厚仕でもないですね。トヨ、うん <laughs> ね、の近所。<laughs> はい。はい、で、えっ、ー、と人々はきれいな空気を嫌い、広々しい爽やかさと美しさは、うん、人間がつく作った上下関係の階層関係の中で見えなくなってしまう。 えー、しかもこれは誰かから強制されてこのようになるわけではない自分の意思からそうしたというのだ自,自然がなくなくるっていうことこそうですねだからメタバースに移行するとかそういうことかなってちょっと思ったんですけど、うん、人間が作った階層の中で見えなくなってしまうそれかもっと心理的なそう構造的な問題なのか分かりません、ねうん、見えなくなくるっていうことですかね。 今いる場所じゃないところに人間が住むんじゃないですかだからメタバースかなって思ってシェルターかもしれないです次は世界中で奇妙な伝染が蔓延する誰もその治療法はわからない伝染病蔓延する治療の鍵となるものは人間自身の中や周辺にある完全にコロナじゃないコロナのことですよね でえー、と月や星では人々は馬車のようなものを運転するで彼らは生物を探すが我々と似た生物が見つかることはない生命はそこに存在しているが彼らはそれが生命であることを理解しないし知ることもないこればだってあの宇宙探査機ってあの結構馬車っぽいんですよあの車輪がいっぱいついててだからそのことじゃないかなとこれはまさにそういうことだと思いますでじゃあ、えー、と怖い予言いきますね、はい 悪人は悪行を平気で行う。例えば空気や水、そして川や土地を汚染し、そのため人々は様々な病気で死ぬようになるで。善人で賢い者たちは数字から導かれた努力には何の価値もなく、ただただ世界を破壊するだけであることを悟るようになり、数字に答えを見出すのではなく、瞑想を通じて真実を発見しようとする。うん、人は瞑想すると神の知恵に近づいていく。しかし 時はすでに遅い。悪意を持つ者たちが全世界を荒らし回っており、巨大な数の人々が死に始めるからである。人々は都市から逃げ出し、田舎に避難する。人々は十字が三つ並んだ山を探す。しかし、それも長くは続かない。なぜなら次に、ものすごい飢饉が世界を襲うからだ。この飢饉は通常の飢饉ではない。 えー、村や町には十分に食べ物があるがそれらは汚染されている飢えた人々はそれを食べるが食べると死んでしまう怒り狂った者たちによる攻撃が始まる戦争が始まるのだ、えー、この戦争を戦う者たちは科学者に命じて奇妙な大砲の弾を作らせるそれが爆発すると人を殺すのではなくまるで人間や動物に呪いをかけるようになる。 その呪いで人々は戦う代わりに眠り込むのだ。で。これ奇妙な大砲って言ってるじゃないですか。ああ奇妙な大砲。大砲のようなものを作らせると。え、もしかしてと思ってマイクロ波。の、うんうん、あのー。兵器。うん、大砲っぽいんですよ。これこれ。めっちゃ大砲っぽくないですか。<laughs> マイクロ波兵器。<laughs> マイクロ破兵器って何に使われるやつ、はい、脳損傷とか引き起こせますよああまあ要するにそういうちょっと使っちゃいけないって言われてるやつ。で「眠りに眠り込む死ぬわけではない」って書いてるのでそうじゃないと思って。で世界の果てにあり大海原に囲まれてヨーロッパほどの大きさの国だけが何の問題もなく平和に生き残ることができるだろう。 大海原でヨーロッパほどの大きさなんで。オーストラリアじゃないかって。ヨーロッパではないってことだもんね。うん。うん、オーストラリアじゃないかと。で、うん、あと三つの十字のある山に逃げ込んだ者たちが避難場所を見つけっていう話をしてるんですね。三、うんうん、つの十字っ架、十字架のこと。そう、でも、それをね、三つの十字架で探してると。あの。ゲティミナス城の裏手の丘に <laughs> の。三つの十字架が立つ。 教会があることを発見したんですよどこ <laughs> <laughs> ゲティミナス城、ね、シロシロあのバルト三国だったと思うちょっと待ってゲティミナス城 <laughs> リトアニアあそんなところが助かるのわかんないでも海にリトアニア海に囲れてるって内陸だし、うん、でもだから あのこの人もセルビアの人だからもしかしたらリトアニア近くのだからそれこそ北欧三国とバルト三国あたり周辺のこと言ってたのかもしれないなとか思ってーオーストラリアかそのあたり3つの十字架分かんない。だからこのの予言で面白いのはあのー、食べ物が 大飢饉が訪れる戦争が訪れる人々がマイクロ波攻撃で攻撃されるえ東洋の賢者が現れる, <laughs> 現れるしかし人はそこに耳を貸さない、はい、そして3つの十字架がある場所に逃げ込めば助かると、うん、まとめ。 この人でも当たってません予言、まあ、かなり箱,箱もあるしね箱もある,しあ箱あるので箱にちゃんと画像の話を書いてるところもいい入れてるのすごいですよね。あとなんか SNS っぽいこともねそっちのことを信じるようになるみたいな<う>要するに今ちょっとそうネットの方がリアルになってきてるじゃないですか、うん、現実の世界よりもだかから友達関係とかも。 ネットの方が多くて、現実の方が少なかったりとかして。そうですね。リア友は少ないっていう人多いですもんね。うんうん、そういうことなのかもしれない。僕はどっちもいないですけどね。<laughs> <laughs> どっちも信用してない。私、ネットの友達いないな。全然。本当にうん。<ー>怖いし。 途中でアクちゃうしななんかくっっやぱもすごい交換日記やってた人の発言とは思えない、ね、でもそれリア友だからで <laughs> <ー>やっぱハンドルネームとかだったらさあ<ー>いつ消えたって別に何も文く言われないし,で,しあ、ねまあ、でもだから今だから不思議ですよねだからそういういつ消えてもいいとか、うん、誰だか分かんないから本当のことが書けるっていう、うん、ところもあるじゃないですか。あるある。だからそこが難しいところですよね。そうですね態ががない方が本物の ことかけ発表できてで実態があると友達周りのとか言えないみたいなでもだからやっぱり採像とかそういうメディア重要だったと思うんですよね覆面座談会とかさ一応覆面座談会記者が保証を認めてでもあれ重要じゃない覆面座談座談会やろうよなんか僕フィリピンパブの 記事を書くことになって、うんうん、フィリピン人女性はいかにいいかっていうことを覆面座談会やったらそれ覆面にする意味あんのあ<や>まあ家庭持ってる人とかそしたら覆面にしたら、うん、本当に言えないことばっかみんな言っちゃったから、うん、使えなくなっちゃって<え>みんななんかみたいな話し始めて覆面よくないです覆面よくないけど覆 <laughs> 面本当真実が明かされるんだけど それってエンターテイメントとして <laughs> 成立しないんですよえでもエンターテイメントじゃなくてやっぱりジャーナリズムとして、うん、ジャーナリズムとしてはすごかったですよあれえー、それ原稿残ってないのあるよえ聞きたい聞きたいそれさ、うん、あのやばテで流そうよ <laughs> あのもうどこの島がどうとかなんかその怖いのやばぱ覆座談会ですよ覆 <laughs>、えー、面座談会です 顔出しでそんな本当のことなんて語れないもん、うん、当たり前じゃん。面の段階ね。覆、うん、面覆面。まあでも覆面インタビューはやりたいなって前から言ってますよね。そうそうやろう。うあ<の>面顔出さない人で<面>バテでお話き。 聞かしてほしいっていう人はちょっと我々も募集してますからね。うん、はい、あのそれは本当に募集してます。やっぱり覆面こそが真実。それ予言の方向性と合ってんのかな。わ <laughs> かんないけど。まあでもそうです。前まではだからそういうあある程度責任あるメディアで、うん、そういう覆面を使って、はい、リアルは伝え。 とかねあ、うん、そうヤフーとかがあのやっぱりその名前を出さないと掲載しないっていう方向になったんですよ確かグーグルとかも著者名を絶対入れろとか、うん、ハンドルネームじゃダメとかまあでもニュースサイトとかも,<う>でも結局トップニュースみたいになってるのがお金の力だったりするみたいなことも結構聞いてるし、うん、だからそれ自体がもう。 リアルとは言い難いですよねうん、うん、とっくに昔からそうだと思います、ねまあ、ロシアのことによってジャックそういうのが余計あらわになってたけど、うん、もうずっとあんなもの信用してないもんな洗濯っていう雑誌とかあとえっ、ー、と 似たような雑誌あるじゃん洗濯とあと何個かいくつかありますよねあ,<ー>あの覆面というか、えー、と記者の名前が書いてなくて <laughs> 編集長が保証するっていうそういう雑誌しかの残んなくなってきちゃうよね、うん、あ<の>読む価値として政治系とか時事ニュースとかでも覆面の方が多分本当のことを言える人ってたくさん多いと思うんで。 そう不思議な時代ですよね<う>昔ってだって覆面だと嘘つけみたいな感じだったんだけど、うん、今は覆面の方がリアルだもんねでも普通に芸能人の話だってそんな名前出して語,る語れる話なんてないじゃんああああのどうしても事情通になっちゃうよねかっこ友達とかね友達とかかっこ事情通でも本当の話を載せてる雑誌も結構多いと思うので えー、そういうところ応援したいなとは思います。はい、なんだっけ？タラビッチさんのクレムナ予言でした、はい。ありがとうございます。<laughs> まチャンネル登録と高評価をぜひよろよろみたいな。<laughs>